長谷川亜美です。ドスドス、よろしくお願いします。皆さん、ドッペルゲンガーって結構聞いたことがあるんじゃないでしょうか。このお話、ドッペルゲンガーのようなよくわからないもののお話なんです。太田さんという女性が小学校低学年くらいの時に体験したお話なんですけど、彼女当時明星という雑誌にすごいハマっていたそうなんです。ある日、明星を買って家まで帰ってきた。その雑誌に当時大人気だった歌手のポスターが1枚ついていたそうなんですけど、彼女もその歌手が大好きだったので、自分の部屋のベッドの真横にある壁にそのポスターを1枚ポンピタッと貼ったんですね。そしてその日はワクワクしながら、かわいいな、かわいいなって思いながら寝て、でも興奮していたからなのか、夜目が覚めてしまったそうなんです。ふと何気なくポスターの方を見ると、小さい色のついた人間がポスターの上に立ってるんです。上というのも、ポスターが貼ってあるこの上の部分、1ミリもない薄さのところに立ってこっちを見てるんです。え、どういうこと？顔を近づけてみるんですけど、どんなに近づいても遠近感が全く変わらない。普通、対象に近づいたらどんどん大きいものに見えるはずなのに、それはずっと小さいままなんです。え、どういうこと？どういうこと？そう思いながらも、薄目にしながら頑張って頑張って顔を見てみるんですけど、顔がぼやぼやっとしていて、のっぺらぼうみたいに見えるんです。服を見てみると、太田さんのお気に入りのワンピースを着てるんです。え、これ私の服じゃん。なんで？その時は小さかったので、怖いとも何とも思わずに、なんだか面白い生き物だな、生きてるのかなそもそも、なんていうふうに思っていたそうなんです。でも、それから数日後、太田さん、交通事故に遭うんです。友達と遊んだ帰りに自転車に乗っていると、四つ角から車が飛び出てきて、それを避けようと思いっきり顔から転んでしまった。すぐに病院に運ばれて、幸い命に別状はなかったそうなんです。ただ、病院で自分の顔を見た時に、絶望したそうです。顔がもうお岩さんみたいに膨れ上がっていて、年頃の女の子にはものすごくショックでした。でもお医者さんは、いやー君よかったよ、あとちょっとで失明してたよ、なんて言うんです。もうその日はお母さんと家に帰って、後日通院することになった。でも太田さん、家に帰ってきて自分の部屋のドアを開けた瞬間に、あって思い出したって言うんです。そういえば私今お気に入りのワンピース着てるって。部屋の姿見に映る自分の姿がどこか見覚えがあるんです。もしかしてあの小さい人、自分のドッペルゲンガーか何かだったのかな。太田さんそう言っていました。ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。